自転車競技選手。現在は UCI ワールドチームの AG に R、ラ・モンディアルに所属。13歳の時にスキーのトレーニングとして m t b に乗り始めた。15歳でロードレースに転向し、17歳でジュニアのナショナルチームに選抜。2010年と2011年は BMC レーシングチームのアンダー2 3 育成チームに所属。2012年には BMC レーシングチームがヒンカピースポーツウェアとホロウエスコパートナーズと提携した新コンチネンタルチームの BMC カピースポーツウェアデベロップメントに所属。2010年からの3年間はヨーロッパを中心に走りアメリカのアンナー23ナショナルチームでも活躍。2011年はリエージュバストーニュ リエージュ・エスポワールとツール・ド・ベルリンで5位に入ったほか、イストリアン・スプリング・トロフィーとフレッシュ・デュース・ユドで7位に入った。2012年は、ベビージロでのジョードン・ブロースキーの総合優勝に貢献し、ロンド・ド・リザールで5位、黒のシャンプノアで6位入賞。9月には、ロードレース世界選手権に、アンダ U23 アメリカ代表として出場し、ロードレースで18位。 個人タイムトライアルで27位。また、BMC レーシングチームに研修生として加入し、翌年昇格した。2013年、ツアーオブカタールでプロデビューし、第2ステージのチームタイムトライアルで優勝。初年は学びのシーズンとなった。また2013年の USAA プロサイクリングチャレンジでの t j ン・ガーデレンの総合優勝にも貢献した。 2014年、カデル・エヴァンスや、サムエル・サンチェスのアシストとして、初のグランツールとなる、ブエルター・エスパーニャに出場。2016年には、ジロでイタリアに初出場するものの1週間でリタイア。しかし、8月のツール・ド・ポローニュでは、ワールドツアーレース初のトップ10フィニッシュを果たし、総合7位でレースを終えた。2017年、プロコンチネンタルチームのアクアブルースポーツに加入し、 過去最高のシーズンを過ごした。ツールドスイス第3ステージで、個人プロ初勝利を挙げると勢いそのまま、アメリカ選手権、ロードレースでも優勝し、アメリカチャンピオンに輝いた。2019年、AG に R、ラモンディアルに加入し、ワールドツアーに復帰。 2008年、2011年、2012年、2013年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、ブエルター・エスパーニャ4回出場ジロでイタリア3回、出場。ありがとうございます。